どうも、まいちです。メリークリスマスですね。皆さんクリスマスいかがお過ごしでしょうか。この料理動画はね、基本的に顔がほとんど映らないんですけど、無駄にクリスマスモードになっております。やっほーということで、今回はですね、卵を使わないチョコタルトを作っていこうかと思っております。まあそれ作りながらね、またダラダラと相談にダラダラ話していこうと思うんですが、うち息子が2人いてですね、3歳と6歳なんですけど、下の子が卵アレルギーで、まあ、お医者さんの指導でね、あの黄身まではね、あれと黄身、そうね、黄身まで、食べれるんですけど、卵黄はいけるんですけど、卵白まだ食べれないの で、ケーキってね、ほとんどの卵入ってるんですよ。まあ、専門店で卵抜きとかもあるんですけど、で本人がチョコタルトを食べたいとずっと言っているので、まあ、タルト生地はね、卵抜こうと思ったら抜けるっていうことでやっていこうと思います。で、まあ、今回超手抜きですね。使う材料はまずビスケット、これも卵抜きのね、ビスケットと、生クリーム、そして、バター、まあ、無塩の方ね、塩が入ってないでしょ、無塩バターのやつと、チョコです。チョコ4枚ですね。大体 50g なんで、まあ、200使いたいんでね、 50g×4 で400となっております。それでは早速ですね、まずタルト生地の方からやっていこうかと思います。でこちらはビスケットとバターを使うんですが、だいたいですね、まあバターを 70g ぐらい使いたいので、よいしょ、これまあ雪印さんのねバターメモリがついてるんで、まあだいたいでいいかなと思います。本当はね、あのお菓子作りってめちゃめちゃあの細かく数字測った方がいいんですけど、タルト生地に関してはね、ちょっとざっくりでもあの失敗しないので、僕はちょっと適当な感じになりますが、ここがねいつも思うんだよ、いつもねここがくっつくの、これ作る人絶対わかると思うんだけど、ここがね剥がれないんだよ雪印さん、ちょなんとかなりませんか。逆からいきましょうか。あ、こっちいけるね、よし、じゃあいきましょうか。70、まあ、メモリついてるんで 1,2,3,4,5,6,7 この辺か、この辺ですね、よいしょ。あの始める前にちょっとだけ行き過ぎた、髪を切ってしまった。冷蔵庫から出しておくとあのバター切りやすくなるので、作ろうって思ったら30分前ぐらいに常温に戻しておくとやりやすいです。あんま戻しすぎるとね、ちょっとバターの温度上がっちゃうんであれですけど、それじゃあふわっとラップをしてね、ちょっと電子レンジにかけておきます。これかけすぎるとね、あの良くないんで、ちょっと調整しながらいきましょう。で次はクッキーですね。でここでね役立つのがジップロックさん、はい、かぶってるよ電子レンジ、いやまだだな、ちょいね伸ばしながらいきましょう。でビスケット大体130-140g ぐらいで、これがですね280入ってるので、まあ、約半分ぐらいを入れていきます。あかんない、えお前、おお、 OKOK でですね、ジップロックに、まあ、半分ぐらい移し替えていきましょう。ごめん、ここは不安だったのでちょっと測るわ。お、超えてた。ちょっと多い、150はちょっと多いな、さすがに。これはね、OK。でですよ、こいつをね、まあ、砕いていくんですね、これから。で自分はですね、あの完全密封しちゃうとあれなんで、ちょっとだけ開けておいて空気が抜けるようにで砕きます。でこれがね結構ハード、手で最初こうやって砕いてもいいし、こういう綿棒でってやっててもいいんですけど、大変だなって思いながら料理するのか、これはいいストレス発散音だとね、こうやってアンチこの野郎みたいなねとかね、やりながら、まあ、その発想の欠点が大事だから、まあ、砕いていきます。
そしたらですね、こんな感じで見えるかな、バターがね溶けましたので、ここに、混ぜていこうと思います。でこの中にそのままぶっ込んじゃって大丈夫です。でいきます、ほい、よいしょ。そしたらですね、封をして、混ぜ混ぜタイムですよ。これはですね、結構混ぜてください。混ざってんのかなって感じすると思うんですけど、結構下に固まってしまうので、マット全体に行き渡るように、お前ら全体的にバター染み込んだんじゃねってなったら OK です。よいしょ、いいかな、まあ、こんなとこですかね。でこれをさっきのタルト台ですね、これに敷き詰めていきます。今回は、オーブンも火も使いたくないので、ちょっと楽な方法でタルト生地を作る方法ですね。本当はタルト生地って焼くんですけど、オーブンでそっちの方がね個人的には好きなんですが、まあまあまあ今回はね、子供が食べやすいのは多分こっちっす、ちっちゃい子が食べやすいのはこっちかなと個人的には思っているので、よいしょ、ちょっと多かったかな、若干ちょっと量を調整しながらいこうか。あ、でもいけるかな、少し取っときます。で敷き詰めですね、センスが問われます。もうねこれに関しては、私はね工事現場のプロだという気持ちでグッてどんどん押しちゃってください。あ、そうだ、でこの辺でですね、チョコ湯煎するんですけど、もちろん鍋を使う、火を使っても構わないんですが、自分ね、あのうちこのティファールのポット使うんですけど、このポットがねちょっといい仕事してくれるので、もしポットがある方、こういうねポットがある方は、水を、自分のところは 800ml 入るところなので、まあ500-600ぐらい、ちょっとお湯を沸かしといてください。適当でいいです。400-600ぐらい、800でもいいんですけど、あ、違うわ、まだ沸かさなくていいですまだ沸かさなくていい、後で沸かします。そう、これ一回冷やさなきゃだったね。ちょっとバターが足らなかったかな今回適当にやるからだよっていうね、あのちゃんとお菓子作る人はそう言いますよね。その通りですちょっと適当すぎた。ちょっとこう持ち上げらんないんで、あれか、斜めにできないんですけど、こんな感じですね。でタルト生地が一応できたので、これを冷蔵庫で冷やしていきます。さあ行くぞ、やっほーちょっと一回やってみたかったさあということで、1時間半ぐらい冷やしてきました。でもね、やっぱりちょっとバターが多分少なかったんです。でも思ったよりは結構ガチガチ固まってるんですけど、これまあ下から外せるんで、おそらく外した時に結構ポロポロ崩れちゃうかなっていう気はするんですが、まあ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 そこはねいいの、3歳は喜ぶよ知らんけど。で今ですね、前回ちょっと間違っちゃったんですけど、そのお湯を今沸かしてます、スポットで。で今から生クリームをですね、100ml か入れて、で湯煎にかけて、本当は火にかけて沸騰しない程度にね、弱火で温めてチョコを入れて混ぜるっていうでもいいんですけど、ちょっと今回は火を使いたくないので、それを使います、ポットで。自分がよくやる方法なんですけど、でですね、見える方が本当はいいんだけどね、痛い。このねボール、このボールがですね、その熱伝導がすごく高くてですね、温まりやすいんですよ、非常に。なのでポットの、なんだ、沸騰したその熱、沸騰した熱の蒸気の熱を使って、この子をほんわが温めながら、ちょっと時間かかるんですけど若干ね、それでまあ、絶対に焦げない湯煎をしていきます。チョコを湯煎にかけるとき、生チョコ作るときとかもそうですけど、こいつは絶対に焦がしちゃダメなんですよ。ちょっとね、ほんのちょっとでも焦がすとめちゃくちゃまずくなるから。そうなので、まあ、不安な方とかは、まあ、早くね時短で短くやりたかったらね使ってもらったらいいと思うんですけど。でそうそう、今回ね相談
に答えるみたいな話をしてて、まあ一応ね勉強チャンネルやってますんで、一応でもねえかメインでね勉強チャンネルやってるんですけど、そのもうちょっとでセンター試験が近いんですよ。で、まあ、センター試験だったりとかさ、まあ、うちは中学生がメインで多いので、一番中学生だと1月はね高校の私立入試が始まったりするわけ。まあ不安ですよね、当然みんな不安で、結構やっぱ情緒不安定になるわけですよ。まあ、自分も高校受験の時ちょっと遠い記憶すぎてあんま覚えてないんですけど、その時はいじめ受けてて、中3の時になんかそっちの方がしんどくてさ、あんまり記憶にないんだけど、大学受験とかはやっぱりめちゃくちゃこうね病んでるというか、なんか昨日は元気だったのに今日は元気ないとかっていう感じだったんですけど、まあ、自分が思った、湧きましたね、思ってたのが、ちょっとこのね沸騰してるこう湯気が出るんですよ。でここに置くんです、こうやって。でこの湯気で、あっち、そう、本当にこの子熱伝導がいいんでちょっと気をつけてほしいんですけど、でこれであっちちょっと思ってる暑かった、びっくりした今暑かったよ、ビビった気をつけてくださいね。そうでね、思ってたのが、ちょっと絞りは今日は使わんのよ、お前さん、ありがとうね、企業の皆さんありがとうございます。この時期はねやっぱり絞りがつくわけですよ。でえ、これ誰かな、ちょっと危ないかな、危ないっつうか焦げる、いやさすがにこれは大丈夫やろ、測るか100は。不安とか焦りっていうのを、その不安とか、不安だったり焦ってる自分がダメみたいのをすごく思ってたんですよね。不安に思ってる自分がダメだし焦ってる自分がダメみたいな。でそうしちゃうとさ、その解決方法って、じゃあ不安に思わなければ OK っていうことになるわけじゃんか。不安に思ってる自分がダメってことは、不安に思わない自分になれれば OK なんだけど、無理なんだよ俺、全くハートが強いで、チョコ砕いて入れていきますね、ハートがそんな強くないし、だから慣れる可能性が低いわけ、もう勝算がないのよそこには。だからさ、その発想でいくと、そのなりたい自分というか、不安に思ってない自分になれる可能性がないからダメだなって、じゃあどうするってなった時に、ああ不安に思ってる自分を否定することをやめればいいじゃんって思ったの。だってそうじゃない？だってさ、失敗したくないって思ってんだから、それは不安に思うよねっていう。だから不安に思うっしょ俺、焦るよね、そうだよね俺っていう風に、あ、4枚いきますね、発想を切り替えて、でじゃあそれを不安に思ってたりとか焦ってる自分を受け入れるわけですよ、しゃあないよねって。じゃあしゃあないよねってなって、そっから何をするかだよなっていう。今できる努力できることは何なのっていう。勉強するしかないよねって。じゃあ勉強するしかないんだけど時間もないから何やるって。闇雲にやったって伸びはしないから、今の自分には何をやるのかって、まあ、残された時間というか、その限られた時間を有効に使うには何をやってったらいいのかっていうのを考えていくんです。でこれ溶かしていきます。あー使った、いやー時間かかるなこれ、まあかかるんですけどね、まあ、焦げないんで。あっち買った、あっち買った、マジで。あれですね、なんかちょっと時間経ったから日差しがね、あの画面の明るさちょっと変わってますけど、だからみんなもねそう考えたらいいと思うよ。焦ったって誰も助けてくんねえし、助けてくんないっつうかさ、励ましてくれるよきっと、まあ親なのか友達なのか恋人なのか、配置なのかわかんないけど、いや励ますよ全然励ますけどさ、結局自分の中で納得しなければさ、それって何もなんないんだよね。一時的なさ、なんか一瞬特効薬みたいな感じでこう落ち着くかもしれんけど、結果的にまたその落ち込むというかが戻ってくるから、だからやっぱそこはやっぱ自分でね受け入れてさ、でね、その発想になって俺良かったなって思ったのが、まあまずその不安になるんよ、
毎日なってた。うなされるし、寝てもうなされるとかあったし、その試験のさ夢とか見るんよ。で試験会場でさ頭真っ白になって冷や汗かいてる自分とか、本当にそれうなされて起きるとか普通にあったし、いっぱい。でもやれることやるしかねえじゃんみたいな発想になってからは、試験会場でもなんかその発想で入れたのね。なんか妙に落ち着けたというか、あしゃあないしゃあないっつって、あみんなもねそういう風に考えたらいいんじゃないかなって思うわけ。焦ることとか不安に思うことはしょうがない、いいんだって。しょうがないとかいいんだよ、正常だからそれが、と思ってる俺はね。みんなそう思ってこ。ごめん、じゃあ予想以上に時間かかるわ予想以上にかかるな。ちょっと上記頑張ろうか。でも本当は湯煎ってさ、その今沸かしたお湯をね、例えばもうちょっと大きめのボールとかにお湯を張って、そこにお湯の熱でやっていくんですよ。でもね割とめんどくさいのと、結構ボールのさサイズ違いとか用意するのめんどくさかったりするわけ。めんどくさい苦い言って思ったけど、だからこのねその蒸気の、熱で見えるかな、ほら意外と溶けてんだよほら、ね、で、チョコタルトはこれで終わりです。あとこれをきっちり溶かして、流す、さっきの生地のところに流して冷やす、エンド。これだけっす。当たり前ですけど、みんなチョコ好きっすか？チョコ好きでしょ。で、まあ、生クリームはね、クリームしたら好きでしょみんな。そんなんさ味さ、だってチョコと生クリームとバターと、ビスケットだよ、もともとまずいわけないじゃん。だってビスケットにチョコつけて食べてと同じだから、味としてはね。だから別にさ、言ってしまったらこのね溶かしたやつにさっきのビスケットこうやってつけてパクって食べても同じなわけ。同じっていうか、まあ、まあ変わんないわけよ。でもやっぱね、まあ、今回はちょっとね、うちは結構お菓子を制限してるとか、あんまお菓子食べさせないので、そうチョコとかもそんなに多分本当数えるぐらいしか食べたことないんですよね、3歳の子とかも。そうそう、お菓子をかなり制限するっていうか、そう日常でパクパク食べさせないから。でもやっぱりケーキっていうのは食べたいじゃないですか。特にまあね、下の子は上のお兄ちゃんが食べてるのを見てきてるから。でも自分が卵アレルギーなことも理解してて、あのケーキ屋さんとか行ってもさ、まあ、自分のことなんだろう、まあ、自分のことをなんとかくんって自分の名前で呼ぶんだけど、卵入ってるって聞くからさ、そうそうケーキ入ってるんだよって、じゃあ食べられないねとかって言うの自分で。まあ親としては切ないわけよそれって。そうだからさ、なんかこういう時ぐらいって思って作っとります。作っとりますって言うほどじゃないんだけどね、ほんとね。ほらだんだんこんな感じ、さっきよりさ見えるかな、だいぶね。でもこれはほんとに綺麗に滑らかになるまで頑張る。ちょっと時間かかるんですけど、火かけてないんでちょっと頑張りましょう。だから他のその生チョコとかの時もそうなんですけど、こういう風のを使いたい時、チョコの湯煎したものというか溶かしたものを使いたい時、火にかけて失敗するのは怖かったりとか、あの火をね普段使ってなくて、例えば我が子に、自分のね子供が作る時に使わせたくないなっていう方は、自分結構このポット、さっき見たやけどちょっとね気をつけなきゃいけないですけど、まあ火を使うよりは安全だし。でこの沸かしたお湯は自分あの後で生姜湯飲むんで、このほら生姜湯ね、そう喉のケアとかのためによく生姜湯を自分は飲むんですけど、でちゃんと無駄にならないから、沸かしたのもね良いかと思います。まあ味は大丈夫だろうし。でもさ、そうそう聞いて聞いて、あのね、あのうちのその3歳の子めちゃくちゃフルーツが好きで、そう果物がめちゃくちゃ好きなの。なんか兄弟でさ好みがすごく違くて、上のお兄ちゃん果物食べれないよほとんど。で下の子は特にイチゴとブドウが好き で上の子は全く食べれないんだけど、その2つは。でそのねケーキに、まあ、ケーキってイチゴ乗ってるイメージあるじゃん、よくあるでしょ。だからさチョコケーキにイチゴを乗っけてみたいな。でちょっと前ブドウは季節だったんで、そのケーキ屋さん行くとさ季節のタルトっつってブドウのタルトがあったんよ。だからブドウのケーキっつってそれを買ってきて、あの生地とかカスタードクリームはさ卵入ってるからあげれないんで、上のブドウの部分だけをその子にあげて、ブドウ食べていいよとかってあげてたんだけど、だからそのブドウとイチゴのケーキっていうのを食べたいと。
だからチョコタルトに入れてくれと言われて、あのブドウとチョコはさちょっとダメじゃない？わかんない、ただやったことないからわからないけど、だからまあいちごとチョコはさ合うの分かってるんで、だからチョコタルト後であのいちごと生クリームをあのホイップのねもう絞ってあの絞るだけのやつも買ってきてるんで、まあなんか食べさせるときに切った後にさいちごとホイップクリームでも添えてあげてあげれればいいかなと。ブドウは我慢せえって言ったからOK だいぶいい感じになりましたね。これでいいかな、いけるかな。これでも絶対チョコ余るな。まあ余ったチョコはですね、さっきのビスケットつけて食べてもいいですし、バニラアイスとか買ってきて入れて食べても美味しいですし、まあ、何でもマシュマロとか入れてもいいですね。まあまあまあその辺はご自由にというところでございます。さあということでちょっとね定点カメラであれなんですけど、だいぶこんな感じで滑らかになりました。お湯はあとで生姜湯に使いましょう本当にね咳が治らなくて。じゃあねこれを流し入れていきましょうか。このぐらいでいいかな多分ね。あんま入れすぎるとよいしょ、どうだろう、ちょっと広げますね。あもうちょっと欲張ってもよかったかな。今回確かねすごい昔からこのタルト台使ってるんでちゃんと覚えて測ってないんですけど、確か多分18センチです、直径。よくスーパーとかで売ってます。そうタルト生地ってこんな売ってんすかって言われて、これ俺普通にスーパーで買いましたからね。しかもあの地元のそんな別にメジャーなでっかいイオンとかじゃないから、あのみんなのお母さんとかが普通に行くようなスーパーで売ってるとか売ってるので、まあ紙製とかもあるんですけど、自分はねあの何回も使うので紙製よりは。あと底が抜けるのでね、まあ紙製は紙製ね外破けるからいいんだけど、あのこの辺の下手さはちょっと許して、あの中学の時に図工じゃねえわ、美術かで成績通知表で2を取った男なんで、そう中学の時ね美術で1回体育で1回2を取ったんですよ。体育はねワンシーズンほぼプールをサボったら2つけられちゃって、テストねすげえ頑張ったから3ぐらいしてくんねえかなと思ったら、ね、ダメだったね、2だったね。そう自分泳げないんですよねプール、あのそう泳げなくて、 今はクロール25はギリ泳げるんですけど、中学の時は本当15メートルとかも全然、あの 12.5 か半分も泳げなかったから嫌 でしかも俺その時いじめ受けてたのとすごい太ってたのね、だからさ脱ぎたくなくていじられるから、そうだからサボってたの理由つけて、そしたらねそうなった、まあドンマイですね。じゃあまあ本当こうやってトントンってやって空気抜きたいんですけど泡とかを、まあいいっすねそこはね。はいという感じで、はいこれでちょっと影になってるけどね、チョコタルトでございます。あとこれ冷やせばチョコもカッチカチになりますんで、外して切って食べていただけたらと思います。味はね特にあの焦がさなければ問題ないので、皆さんもよかったら作ってみてください。それじゃあ喜んでくれますようにということで以上ハイチでした。皆さん良いクリスマスをお過ごしください。あ、帽子かぶってねえや。じゃ、忘れちゃった。帽子。それじゃ、またね。バイバイ。